こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は、松を置いて万年の枝です。松が置いて四方に枝を張る格尺たる気概、あるいはその風格の見事さを唱えた語、子子孫孫の繁栄、仏法の伝播もかくありたいと願う句です。だから松を置いて万年の枝を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。